ウォーリー山口は日本のプロレス関係者。本名、山口祐介。東京都港区出身。日本スポーツ出版社発行のプロレス専門誌、月刊ゴング及び週刊ゴングのライターを経て、レフェリー、マネージャー、コメンテーターなどで幅広く活躍する。マネージャーとしては、インディー団体において、ミスタートヨタを名乗り、道の区プロレスのデルフィン軍などを担当。 1998年には山口さんの名義で WWF にて開演隊のマネージャーを務めた。マネージャーとしてついていた際には顔にペイントをして登場しておりヒールとして行動を取り注目されていた。1999年から2000年にかけてはブッカーとしてインディー団体世界のプロレスを主催。ビル・アーウィン、バリーダー・ソーラを招聘した。 2000年7月、プロレスリングの輪を旗上げした関係で、全日本プロレスから、選手、スタッフが大量離脱してしまい、その直後に、リフェリーとして全日本プロレスに参加していた。2017年12月、脳梗塞により緊急入院。そのまま闘病生活を送っていたが、2019年3月10日、死去。60歳没定の春山口は、2019年現在、 WWE の PPV 特番で日本5番実況を務めている。息子の山口京之助がウォーリーの死後2019年9月19日に行われた PCW 新宿フェイス大会において、橋之助のリングネームでプロレスラーデビューしている後に、ローマ字表記から漢字の京之助に変えている。ありがとうございます。